教えて流れ山。今回は流れ山大高の森にあるポルタさんにお家でできるプロの味ということで、夏野菜とベーコンのナポリタンの作り方を教えていただきました。はい、皆さんこんにちは。ポルタアルベナクッチーナのエビネです。今日は夏野菜とベーコンのナポリタンを作ります。材料のご紹介をします。トマトソース 120g、 ケチャップでも代用可です。ベーコン 30g、 ケチャップ 30g、 ズッキーニ 10g、 ナス 10g、 パプリカ 10g、 ニンニク1かけら、塩小さじ1杯、昆布茶小さじ1杯、生麺 120g、 パスタ油 120g、 オリーブオイル 10g となります。まずニンニクをお好みに分けてみじん切りします。で、まあ、ニンニクは細かくすれば細かくするほど香りがつくんで、まあ、お好みに分けて、大きさはできるだけ均等のがいいですね。まあこんなもんです。刻んだニンニクと鷹の爪唐辛子1本、唐辛子は輪切り唐辛子でもいいですし、辛みがつくのでそれもお好みで。炒める時のニンニクと油はできるだけ弱火でじっくり火を通した方がいいです。まずはトマトソースを入れます。続いてケチャップを入れます。ここで野菜を入れます。続いてベーコンを入れます。火が通ったら塩、昆布茶を入れます。火が通ったら茹で汁を入れます。これでスープの完成です。次はパスタを茹でるんですけど、普通のパスタ生麺なので2分間、
麺とソースを合わせます。味が染み込んだら盛り付けしていきます。まずはブラックペッパー、エクストラバージンオイル、パセリ、粉チーズをかけます。料理の完成です。ご視聴ありがとうございます。トルタルベロペッチーノは6月16日からグランドメニューを変更し、新たに本格ナポリピッツァや、10種類のチーズも増えました。席数も安全面を、配慮し、席数の方も減らしております。ぜひ皆さんお待ちしております。ご視聴ありがとうございます。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。